皆さんこんにちは。水の美術館学芸員の高田です。今回はですね、川端龍子の草の実という作品に焦点を当てたいと思います。これね、ちょっと見るしかないと思ってるんですよ。ものすごくおすすめの作品でして、なので今回はこれです。川端龍子草の実、見るしかない5つの理由です。まず1つ目、モノクロなのにリアルとあります。草の実という作品は秋の草花、まあ、例えばお見苗しであったりススキであったりっていうのがこう雑草なんですよね。それがだーっとこう屏風に描かれてるんですけれども、これがね、こうものすごくリアルなんですよ。なんて言っていいのかな、こうネガポジ反転ってあるじゃないですか。こうその世界が本当にこう広がってるように見える、もう目の前にあるっていう感じがしちゃうんですよね。そのリアルさ、モノクロっていうのは金で描かれてるんですけれども、そこがねちょっとすごいところなんですね。で、その理由として ② 筆さばきがやばいやばいんですよ。全て当然筆で描かれてるんですけれども、その草花こう筆で描かれてるっていうことを一瞬忘れるくらいに、デッサン力がものすごくあるんですね。ちょっとね、異常なまでに本物らしさっていうところが追求されている作品なんですね。そして ③、金泥の使い分けとあります。そう、そのリアルさっていうところがどこから来てるのかっていうのが重要だと思うんですけれども、例えば濃淡を使い分けてたりするんですよ。その濃淡があることによってデッサン力もあるのも合わさってですね、草花が重なり合ってるところの空間表現っていうのが実現されてるんですね。手前の方は濃い金を使っていて、ちょっとこう重なっているところはだんだんこう薄い金になってるんですよ。なのでこう密集した空間のようで空間があるっていうことを、こう作品の目の前に来るとすごくそれがリアルに感じられる一つになってるんですね。で、さらにはその金泥の使い分けっていう言い方をしたのはなぜかと言いますと、よくよく見てみるとその金泥にも色の種類があるんですよ。例えば赤っぽい金であったり、青っぽい金であったり、白っぽい金であったりっていうものが何種類もありまして、まあ本当に名前がありまして、プラチナ泥って言われてるものですとか、その金の色の種類っていうのをよーく見るとものすごく使い分けてます。例えば手前の方にある葉っぱの表と裏っていうのを青っぽい金と純金って言われる、まあ本当に一般的に思い浮かべる金の色っていうので、こう描き分けてたりするんですね。で、何がすごいかっていうと、この金っていうのはメタリックな色材じゃないですか。にかわで溶いた時に、その例えば濃度でいうとその濃さを変えたとしても、それね、乾くまでわからないんですよ、色をのせた上で。それをね、最終的に例えばその奥行きがこうなる、あるいはその葉っぱの種類によってこの青金を使おう、赤っぽい金を使おうっていうものを全部描き分けている。それはね、とんでもないことなんです。で、さらにですね、こちら ④、神聖秘俗とありますね。どちらもハテナがついてますけれども、地の色が黒っぽいですよね。で、それに対して金を施している、これ実はですね、仏画の描き方なんですよ。金字金泥という言葉があるんですけれども、金の字に金彩を施して仏を描くっていう、まあその組み合わせというか技法があるんですけれども、それを龍子はこの作品の中で使っている。
それでも聖なるものを描くための描き方、手法になるんですけれども、それをわざわざもうありふれた雑草ですよ。これ龍子の庭に本当に生えていたあの雑草を描いた作品になるんですけれども、そこにわざわざ金色金泥の技法を使う、ここがちょっとポイントになるんですね。発表された当時としても話題になりまして、一体どういう意味があるんだろうっていう風に捉えられたんですね。でそれで考えてみると、こう本当にありふれたものに対して、要は卑俗な雑草に対して龍子が抱いていた、いやそれこそが聖なるものである、要は自然賛美の考え方なんかがちょっと見えてきたりしますよね。そのあたり、こう龍子の考え方、パーソナリティっていうのも浮かび上がってくる面白いところだと思いますね。そしてですね、こちら最後、丸五番、金地の秘密とあります。そこが大事なんですよ。先ほど金地金泥の話をしましたけれども、そう、この作品は地の部分が金地なんです。ただですね、一般的にその金地金泥、仏画で描かれる場合は、本来は先染めと言いまして、その紺色をですね、先に絹であったり紙であったり染めちゃうんですね。こう真っ黒になるまで紺を染め上げた上で、その上に金彩を施すというのが通常の描き方になるんですが、この作品は実は秘密があります。何か、先染めではなくて後から紺を粒子が塗り込めているんです。どういうことってなりますよね。実はですね、その紺というのは藍なんですね。聞いたことあると思いますけれども、染料になります。その藍をですね、藍棒、藍の棒を作るんですね。その染料の色を固めたものを、棒状に、したものをですね、よくお習字の墨をこうするみたいにですね、その藍棒で、一生懸命こう色を、藍の色を出していきまして、それで紺色ができる。ただそこでできる紺色というのは染料なので、あくまで薄い色なんですね。粒子はその薄くしかできない藍棒からの紺というのを、何度も何度もその藍を作ってですね、塗り込めてるんです。そしてこの作品としてはまるで漆黒に見える、もう黒ですよね、見えるほどの金地というのを作ってるんですよ。実は娘さんの手記なんかが残っていまして、家族も総出で、そしてお弟子さんたちもみんな総出で相棒片手にですね、どん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 色を吸ってですね、そこで出来上がった紺藍の色を粒子がですね、よしって言って、画面を塗り込めていく。そしてこの色ができてるんですね。そう考えると金だけじゃなくて藍色だって、この金地もすごいんだってことに気づかされるんですね。ちょっと驚異的じゃないですか。ということで、まとめますと、この川端粒子の草の実ですが、まずモノクロなのにもう目の前にあるかのようにリアルで、その奥にはですね、こう筆さばきの確かさで、さらにはその金泥のもう凄まじいまでの使い分け、金自体の色もありますし、濃淡の使い分けというのもあります。そしてですね、神聖、卑俗、その両面が見えてくるというこの題材の面白さ、さらにですね、金地自体にも秘密があります。ものすごく塗り込めてこの紺色が出来上がっていると、そう考えていきますとですねまとめですが、もう一生に一度は見てほしい粒子の中でも本当に最高傑作なんですよ。私はこの作品見るたびにですね、粒子はこの時何かこう別のものが降りてこの作品が出来上がったんじゃないかなというふうに思ってます。ということでですね、
川端粒子、草の実、見るしかない5つの理由でした。ではまた次回をお楽しみに。